おやこんにちはマスター今日は休みだと聞いていたが緊急の任務かな普段とは違う意気込みを感じるどうやらよほどの案件そうか今日はそういう祭日だったな私には縁のない行事なので 失念していたよアムール天使を語る悪魔の話かなああ失礼言い直そう意図的に失念していたこの件はそれで終わりだいいねしかしこれは予想外の柔軟だ 今まで経験したどのような奇襲も色あせるほどのいや受難というのはよくなかった得難い幸運と訂正しよう知っての通り私の得意分野は長罪だ友人からの何気ない贈り物というものには慣れていなくてねありがとう 言葉にするのは簡単だがそれでは甲いがないだろうここで少し待つように私にできる範囲でだがお返しをさせてもらうよ待たせたね古風なものだが気に入ってもらえるはずだ ああ、もしその機会があればいつか君に渡そうと思っていたものだ昨今は携帯端末で事足りるが時間を確かめる行為はやはり特別なものだ時間は過ぎ去っていくものだが考えようによっては止めることも取り戻すこともできる。 テスカトリ・ポカリュに言えば我々は時間を消費しているのではなく時間という流れの一要因に過ぎない大きな川であるのなら流れにとどまることも遡っていくこともできるだろうま今の人類にはまだまだ先の話だろうがね ある日付ある時刻から動いていない損をしていると思うかな時を刻まない時計に価値はないとだが人間が確かめる時間というものは何も現在だけの話ではないその時に何があったか その時から何ができたのかそれを忘れずにいることも人生の潤いになる何ちょっとしたお守りと思えばいいちょうどいい仕立て物があったのでそちらをとも考えたがそれは次の機会にしよう。 その時計が動き出す時があるのなら君はすべてを失いそして取り戻すだろうでは私はこれでいただいたチョコレートはありがたくごちそうになろうおや 停電かないやどったの神父様、あんたにしちゃどえらいサービスじゃんが俺はてっきり当たり障りのない礼を言って一見長持ちしそうなしかし後々になって陰鬱な気持ちになる遺品でも押し付けるもんかとねふん。<laughs> 例えば異文体の記念品かね志半ばで消えた彼らとの友情は後になるほど耐え難いかさぶたになるだがそれは私ではない誰かが残すものだお嬢様に恨まれるのも避けたいそもそも私は今や人類の戸だ 若者の道行きは祝福するさおしゃべりな暗黒の聖者が口を出さず傍観しているのと同じようにええー、俺が黙ってんのはネタバレ禁止のためですが迷える子羊ってうまそうだよな脂が乗ってて焼けばいい声で泣きそうだろ 身についた贅肉をなくしたくないと叫びながら身を焦がす幸福のために涙しながら灰にする俺はその時を待ってるだけだ肉体は解放されたとしても長く続いた猛年は果たして岩屋に焼き付くのか 実に見応えがある。その成否を見届けるのが選達の役割ってもんでしょなるほど彼女ではなく我々の選択を見るというのだなどれほど個人が努力しようが世界そのものが個人を突き落とすと。 あいにく今回の私は逆だ分かり合えると思ったがとことん気が合わないなアンリー・マユ私はそうはならないことを祈ろう非業で終わるには彼らは善行を成しすぎた奇跡に代償は必要ない 払うべきものを払って初めて起きるものだからだあの腕時計は必ず動くこの先に未来はないと止まったのではなくその後にあるあまねく未来のためにああして始まりの時間を示しているはいはいゼロはゼロでも。 おしまいじゃなくて「よーいドン!」の方ね確かに正しい時計は必要だ浦島太郎だってそれさえあれば苦労はしなかったうんいい贈り物だけどさあれどこで買ったの他になんかないのバレンタインなんだし他にもう一人くらい。 プレゼントしなくちゃいけないのがいるんじゃないその役割は君に譲る一人と言わず二人ほど相手にしたまえよどこであろうと私は裏方の存在だ表舞台に立つ時があるとしたらそれは倒される側と決まっているからね